ボーグ038は、北海道札幌市に所在していたよさこい、騒乱団体である。ボーグ038は、札幌市の本部のほか、過去には、福岡支部とオホーツ支部があった。ボーグ038は、札幌市に拠点を置き、2001年7月にボーグラが、レラの、更新チームとして結成。よさこい騒乱祭りの出場を活動のメインとし、その他に、道内、道外、 海外で広く活動を行っていた。2014年6月8日付で活動を終了した。福岡支部の防具603は、福岡市に活動拠点を置き、九州、福岡で活動をしていたが、2013年5月5日に、活動を終了した。その後、防具603を卒業したメンバーが中心となって、新たにチームを立ち上げた。オホーツク支部の v 0 4 2九 リバイバルマイナスは北見市に拠点を置き、2007年11月から活動を開始。おほうつく方面のお祭りやイベントに参加していたが、2012年11月5日付で活動を終了した。2000年に防具レサン8の前身である防具流れらを結成。第9回よさこい騒乱祭りに初出場し一時予選突破するも爆破事件により、 コンテストが中止になる不運があった。2001年6月、わずか1年半で、ボーグラガレラが解散。翌月には、ボーグ038として再結成した。2005年、和製オーケストラ風の作品、ネオジャペンエスク小唄で、ファイナルコンテストに初出場。総合第4位を受賞した。以降、ネオジャペネスクは、シリーズとなり、2007年には、 初の準予をさこい相欄大賞を受賞。2014年6月8日にチームが解散した。ボーグラがレラボーグ038。ありがとうございます。